内山幸四郎氏流星化講義最終回質問の回答昭和56年6月8日大阪朝日カルチャーセンターにて収録。今日は、この講義の一番最後で質問の答えをさせていただくというつもりなんですが、その質問の手紙、皆さんからいただいてどうもありがとうございました。でこれについてそのお話しする場合ね、やっぱりただ質問してあれするより、質問者にちょっと手を挙げていただいてですね、それでそうすると聞いていただく方もちょっとでも具体性を持つからね、そういうつもりしてください。で質問にいろいろあるわけですが、対極的な大きな質問からだんだんこう身近な問題への質問というふうにこう整理してね、そしてお話してみたいと思ってんです。でまず串谷俊足さん、ちょっと手を挙げて、この人はね私の弟子なんだ本当それでところが俊足さんが一番たくさんその問題をねこう配列的に系統的に質問しているんで、しかしこれはグルで、私とグルでね、こういう質問しろよって言って、それであれしたんじゃなくて、一人の愚道者としての質問で、だからいろんな質問がある。で、まずね、質問のあれで、絶対事実について。1、絶対事実というものが無数にあるにもかかわらず、その中から3つを取り出したということは、そこに人間神識の選びが入って初めて可能ではないでしょうか。要するにこう私が初め絶対事実として3つあるとこう挙げたわけですね。これやっぱり人間的よこう思惑が働いてね、初めてそういう選び出すってこともできるんじゃないかってこういうことですね。でとすると、絶対事実から根源的価値観を見出したというより、その3つの絶対事実を選び取るとき、すでに絶対事実に先立った一つの価値観が存在していなければならない気がします。で要するに何かこう思惑が働かして絶対事実を選び取ったと言ったらですね、もうその時にその一つの価値観が働いてんじゃないか。そうしたら絶対事実というのは人間の思いの入った絶対事実になってしまわないでしょうか。こういうことなんですね。でこれについてですね、結局ね、今私がこの人生化講義っていうのを始めてるわけ、始めてるのはもう人生っていうね面から光を当ててるわけですね。この限り当然その人間的の思いのねが働いてるってことは、これは当然だ。でそして人間的神識、神識っていう言葉、思いですかね、人間的神識がの選びが入ってるっていう、これは当然です。でもしね、例えばね、物質っていうものはどんなもんでも空間的広がり持ってますよね。
こんなのは絶対事実じゃあるけれど、これはまあ物理学的な絶対事実だ。人生としては、要するにそれは人間神識というね、それの一コマとしてまとめられちゃってるわけです。そして結局ね、人生から見れば根本的なことって言ったら、生まれてきて生きてそして死んでいくっていう、それだけが、まあ、根本だって、こういうことを私は言ってるんだ。それでその生まれてくるっていうのを生命と呼び、でまあ流出ですね、湧き出してくる。そしてこの生きるっていうのは、我々が神識働かせて生きてるんだからね。でこの神識を働かすってことは、あらゆる世界を定立することだ。そして今度死ぬっていうのは、死ぬっていうことを自覚することによって、初めて自己っていうものがある。例えばまああのあれですね、池の鯉がね、歩を持って投げようとするとパク、みんなさってやってきてパクって口吐く、あるいは網を持ってくとさっと逃げるっていう、これはまあ反射的行動だ。反射的、これ池の鯉に、いわゆるの神識がないわけじゃないと思うね。まあそういうの選び取るっていう限りはね、神識で選び取るんだと思うんだけど、でもこれ自分が死ぬっていうことを意識して、そして鯉が俺は死ぬんだって衛生感になるってことはないわけだね。その限りね、その鯉には事故がないと、まあ考えなくちゃならないと思う。豚もそうだと。それにそれに対して人間もね、本当に自分のその一生っていうものを考えて、俺も死ぬんだってこう考えることによって初めて事故があるわけだ。そうでなきゃ何言う、やっさもっさやってね、わー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 言ってあれしてるのは事故じゃないもんね、あれ。本当に社会っていうのはただ人の集まりで、単なる人だ。それに対して事故っていう限りね、自分の人生をまとめ上げてみるっていうね、生まれて生きて死ぬっていうことをまとめ上げてみる、この統一して自覚するところに初めて自己っていうことがある。まあそういう意味でね、そういう人生を今私は取り上げようとしてるわけね。でだから初めから神識的な選びの思いっていうのが働いてることは事実。それに対してだから自然科学者っていうのね、自然科学者はまあそういう自然現象の、事実だけが関心持つんだし、それから社会的な関心持つ人は社会的な面だけ拾い上げるだろうし、それから生活とか食うとかってそれだけが問題の人はそれだけしか取り上げていない。それに対して今私が人生っていうのを取り上げるのは、そういう意味で、あれですね、人間的神識を初めから働かしてるわけです。そしてそれを働かさなくてもだ、しかしながら人間っていうのは必ず死ぬっていう、例えば、世の中食うこと生活すること、それだけが永遠の問題の人だってやっぱり死んでくっていう、そういう点から言ったらですね、そういう人は全く死ぬということなんか考えないだろうけれど、しかし人間最後のところに来て
やっぱり思い当たるって時があるんじゃないですか。で、そういうのを絶対事実とこういうんだ。例えばね、そのこれ真実生命の泉はここにあるってこういうね、そういうのを言ったとするね。これは探す人が見つけるんだ。そしてまたそれを組み上げる人がその事実、その真実生命の泉をで生きることができる。そういう意味でね、その絶対事実っていうのはその人間の思いの入った人間の事実だけど、その人間的思いそれぐるみの絶対事実ってこういうことなの。結局はね、その人間の思いを除外した絶対事実っていうのはね、それは人生の絶対事実じゃない。で、まあ、そういうのはその次の問題、これも秀則さんのあれなんですが、2番目は、人間が言う限り、絶対事実にも我思うの一語が付け加わらなければならない気もしますと。もしかしたら思っても思わなくてもそうであると思っているのに過ぎない気もしますが、いかがでしょうかということね。その思っても思わなくても絶対事実ってこういう言うわけですね、私が。そうすると、そういうふうに思ってるんじゃないかと、こういうことね。これは確かにそうなんです。ところがね、これね、大体、東洋的なものの考え方はね、この人間神識っていうのはね、初めから悪い、悪役っていうかね、悪者のように思ってるところがね、ことに、まあ、仏教でもそういうような面がある。ところが私は、私の言いたいのはだ、その人間的神識っていうのは、そう初めから悪役とは私は思わない。仏教なんかでも、いわく言い方しってこういうね、いわく言い方しっていうと、何も言葉じゃ通用しない世界ってこういうなってくると、今度は権威の方が問題になるじゃない。押すと、いわく言い方しって言っても、同じく、いわく言い方しっていうなら、やっぱり権威づけて、こう、冷えでも生やして、いわく言い方しってこうやった方がいいってことになってくる。そしてね、だから、東洋の世界では、非常にやましはったりが横行する。何や、あれだね、これまあ、東洋の世界って言ったら、漢方とかね、東洋医学の世界ことにそうだね。東洋医学の、先生で、ひげ生やしていないってやつは、そういう多くないんだ。これ、東洋医学とひげとどういう関係があるか。要するに、はったりなんだ。権威づけようと。それで、まず私なら、ひげ剃ってこいと。そこから始まるね。そして、まっさらな地盤で。それで、まっさらな地盤で、そういう、権威づけ、はったり、それでもって人を暗示にかけようとする。そういう、やまし八体のね、面の皮をひんむくっていうのが私の、初めの出発点。それでね、そのためにはね、ただいわく言い方しじゃダメだ。神識を否定してはダメだ。神識を、まず取り上げて、これでもって、はっきり標準付けしなきゃダメだ。こっから先はダメ。それから先っていうね、そういうことなんでね。だからそうなってくるとね、東洋の世界は
奥行き深い世界であるって言ってね。で、奥行き深いっていうのもね、いろいろあるね。例えば、これ私はまあ、東京生まれだからね、東京の関東のカラッとした天気だ。ほら、京都まで、その、中学時代から京都に来た時に、いかにもこう、奥行き深い世界があってね、そしていいなぁと思ったもの、中学時代からね。ところがだんだん、まあ、それでどあの、私はいいなと思うとそこ行ってすまんって、そういう、男でね。だから、仏教がいいなと思ったら仏教入る。だから座禅がいいなと思ったら座禅を何十年でもやるって、そういうとこから。そしてそのただいいなっていうか混沌感情じゃなくて事実それで生活する、そしてその生活したところで見直すっていうことなんですが、京都のね奥行き深いっていうのはね、大体この関西地方はね、瀬戸内盆地ってね言いたいんだね。私は瀬戸内海を中心にして、こう、こっちは紀州山脈、四国山脈、九州山脈、中国山脈って言ってね、で、こう、一つの取り囲んでるでしょ。そうするとね、関西、東京から見ると関西一帯はね、いつでもこう、その、もやが立ち込めてる世界なんだ。それで、こう、あれですね、苔なんかも、蒸すわけです。それが関東行ってはさ、関東はカラッカラが吹いてる、冬なんか草一つ生えないわけだ。ほら京都じゃ草ももう真冬の中にもう春の草が生え始まってるわけですね。そして苔も蒸してる。でそういう点ね、この瀬戸内盆地であら関西来るとガラッと世界変わるということを私につくづく感じる。でそこのね、その点一番いいのは大垣なんだ。私大垣に2年いて、ここが日本で一番いいところだと思ったわ。というのはね、大垣っていうのは関東と関西のこうちょうど中間なんだね。人間的に言っても関西人と関東人とこの境目らしい。それで大垣じゃカラッとしたね青空、それでいながら苔も蒸してるっていう、まあ、おかしな世界なんだあそこはね。それっていうのは裏日本のねあれが吹き込んできて、伊吹山ってやつがあれですね、大垣はいびきおろしの新鮮な風が吹き出すところなんでね、あれ独特なところだった。で日本にとって大垣って大垣は中心地だとした時くずく思ったけどね、両方の気候が大垣で、その点、まあ話は脱線したけれどこの京都はね、京都の奥行き深いっていうの、これ騙されちゃダメだ。よくこう、前に椿つけて見直してみると。そうすると、いわゆるモスってやつはね、湿度が高い。その湿度が高い、こう、もーっとしたところに、いかにも奥行き深いような世界があるわけ。まあ例えば大原の三千院とかなんとかって、まああれするでしょ、大原まで行くとなお霧がこうムラムラしてるもの、そうするといかにもそれだけでこう立体的に見える。ほらこれね、そういうの要するに東洋の神秘の世界っていうの、これ知性の光でね当ててみるとね、そうするとまあ早話が京都の深々としたあれだってこうパッと出てるとね、やっぱりは平面的なんだね。で何大したことない、そんな奥行き深いもんじゃない。ただこう霧が漂ってると奥行き深く見える。それでこれこそって思って、これこそ深
シャシャと思ってこう掴んでて、霧が晴れてみたら何つまらないものに言ってることがあるわけで、それに対してだ、私はね、本当の深さっていうのはそういう霧の向こう側にある深さじゃなくて、青空の深さじゃなくちゃいけないと思う。この大垣でもって、私は大垣の空がとっても気に入ったのは、まあ信州の空はもちろん青いけれど、この大垣みたいな平野でね、あの青いっていうの、信州は、信州やなんか山へ行くと青いけれどね、それだけ今度空が狭くなるね。まあてっぺんにでも登れば広いだろうけれど、ところが大垣みたいな平野でもって広いとこう言うとね、いかにもいい。この青空ってやつは本当に限りなく深い。それでだから深さっていうのも、知性の光でもって光を当てて、そして深いのは本当の深いになる。それを初めから曰く言い難しいと、俺はダメだっていうことね。でそれで結局私が言いたいのは、人生においても思っても思わなくてもそうであると思わざるを得ないというね、そこが大切です。思っても思わなくてもそうである、思わざるを得ないのが絶対事実で、そういう絶対事実を確保したいと。そしてですね、だから人間が言う、あのこの問いね、人間が言う限り絶対事実に我思うの一語は付け加わらなければならない気もします。もしかしたら思っても思わなくてもそうであると思っているに過ぎない気もしますが、いかがでしょうか。こういうことだけど、確かに思っているに過ぎない。しかしながら思ってそう思わざるを得ないことですね。で思わざるを得ないっていうことはね、その真識の、そのいわばなんていうかな、本当の限界に突き当たった時が、で結局真識、私の思いが、思いの限界に突き当たってこう思わずなきゃならないと、そういうその限界を知るっていうことがその大切なんだね。というのはね、その一番私はね思うのに、真識を持って真識の限界を知るのが本当の真識の知恵だと思う。最高の知恵だと。みんな今我々思いで何でも分かる気になった。ところが思いを持ってその思いをその突き詰めていくと、どうしてもその思いじゃ到達、届かないっていうね、いわく言い難しというの世界はそこから先なんだ。そして思いは思いの限界がある。それの最もはっきりしているのは、思う我は死ぬっていう、そういう命題だ。私が我思うゆえに我ありっていうのと同時にね、思う我は死ぬって言って付け加えたのはね、結局その真識の限界を知るってことだ。ところがね、この今我々がそのあれなの、死ぬっていうことが考えるっていうのはね、みんな一番苦手なんだね。そのもし俺の命の最後は死ぬんだってこう考えると、そうするともう解決つかない問題になっちゃう、あのことになっちゃうんだ。おっとあれでしょ、
その死ぬために生きてるのか、俺が一生懸命生きてる、ところが最後は死ぬんだ、そうすると俺は死ぬために生きてるのか、こういうことになるね。で事実そういうことを本気になって考えると遠征感になると。それからね、そのもしそうでないと、今東南アジアとかインドの人たちは死後の世界というのを考えるわけだ。それで死後の世界のために生きると、こういうことが出てくるわけね。ところがまあもう死ぬために生きるっていう、あの遠征感なんのもあれだし、死後の世界に生きるっていうのも我々の場合ちょっとそのその気になれないと。となると結局は死ぬっていうのは固く蓋してね、なるべくこう見ないようにして、そしてどうせ死んでくんなら、あのまあ生きてる間に面白いことしたいとか、そういうことになっちゃう。これが生存ボケっていう。それに対して私の功績はだそのこの死ぬっていう蓋をバンと取ったわけだ。そしてその遠征感、昔の人は死ぬっていうことを見た人は遠征感になるとか、あるいは死ぬ、死後の世界を生きるとかっていうね、そういう風になるんだけど、私の場合はそうじゃない。その死を明るみに出すことによって自分の人生を究明する根本命題にしたっていうことだ。それは何かっていうと、その人間的思いには限界があるっていうこと。そして人間的心識にはその神識の限界があるということを神識を持って知るということ。いいですか。思いには限界があるということを思いで知るんですね。知性には限界があるということを知性を持って知るということだ。で、それが一番最高の知恵だということを言うんですね。つまりね、あの神識っていうのは、人間の思いはあれかこれかとこういつも分別するわけですね。ところがそので分別して片付けようとする。ところがその神識の思いを持って全てはあれかこれかじゃ片付かないものがあるっていうことを、またその分別することだ。このところでね、あれなんですね、あれかこれか分別する、あるいはできないと、こうどっちかにね決める、これがあれかこれかの分別的思考だ。それに対して全てそういうふうに分別して片付くもんじゃないっていうことを分別的思いで知ると、こういうの、これは立体的なんだ、立体思考だ。それが大切なんだね。そこで話がちょっと難しくなる。小島さんいらっしゃいますか。あ、小島さんのね質問にね、1、渦とは矛盾ということでしょうかっていうね、質問が、私が渦っていう言葉を人生を考えていくと、どっかでもって何が何だかわけわかんなくなって、そして、人生思考をやめてしまうっていうところがある。 それをまあ私はその点、人生っていうのを一生懸命追求始めて50年ですからね、ちょっと50年っていうのは長いよ。それだけにまあ何遍でも同じところをこうあれしながら、どこまででもか、まあ16、17から今70近い今まで
それで続けてくるとね、繰り返し繰り返しどこまででも押していくと、そうするとね、人生思考の人生問題を考えるっていうところにはね、いくつか渦があるっていうことを発見して、難所ですね。それで渦が、そしてそこに突っ込むと、その思いがぐーっと渦巻いちゃって、それで何が何だか分かんなくなる、そういうところがあるっていうこと。これはまあ私は渦っていうね、表現したわけですね。でこれね、矛盾とももちろん言えるかもしれないけれど、なんか私の感じとしては矛盾以上のものがあると思う。その例えば死の深淵の渦っていうね、こういう死ぬってことを考えると、そうすると俺の生きてる最後は死ぬ、 それじゃあ俺はの一生は死ぬために生きるのかって、そこで渦巻いちゃうもの結局ね。それでまあその死ぬことは考えないようにしようってこういうことになって、その時にはもう人生思考がやめちゃうわけね。これそれをね、渦っていう表現したのはね、今私が毎日その散歩している宇治川べりとね、の関係がないわけじゃないと思う。宇治川っていうのはね、あの近江の琵琶湖から流れ出してくるでしょ。それであの近江盆地と大阪湾の間、こう相当落差がだから、はあの割に速い流れだ。そして水量が多いからね、至る所に渦巻いてるんですね、水流が。それで私毎日歩きながらつくつく思うのに、宇治川っていうのはね、その昔渦川だったんだと。その渦川がね、いつの間にか宇治川っていうか変わったんで、これは本当は渦川だったに違いないと、もうこれは根本確信になっちゃったその歴史的事実であるかどうか知らないけど、きっと渦川だった。でこの渦川、渦っていうのはね、そのどういう構造を持ってるか、前にあの東大の、あの学生で流体力学ってやつをやってる学生が来てたけどね、あの人によくそのそういう川の渦の、あのどういう構造なのか聞いときゃよかったと思いながら毎日歩いていくよ。とにかくあの私の、まあ、感じから言うとだね、私のその今宇治の近所のところに田野さんという人がいる。で時々田野さんと一緒にあの散歩するけれど、その田野さんに聞くと、田野さんという人はその戦争前は、海軍だったんですね。それから戦後は海上保安庁で、それでもう定年退職してる人なんで、だからまあそういう水の関係じゃ明るいじゃないですか。その田野さんが言うのにね、その渦巻いてるとこ、あそこは少なくとも 7,8 メートル以上あるっていう。それがね、宇治川なんていうのはこのところにこうあるすぐそこで渦巻いてんだからね、いかにこうドハンとこう落っこってるか。そういう、そしてね、田野さんに話によると、そのいや海軍にいた人だしね、こう海上保安庁にいた人だから、あの泳ぎも前に違いないから、あの宇治川で泳がないですかって言ったら、ここは泳がないあのここは泳ぐと渦に巻かれてね、そしてこうそこへ巻き込まれちゃう。そして今度しばらくして上がってきた時には、このもう土左衛門でね、それでもう死体になってる。で渦のところじゃ泳いじゃならない。あれだ、昔あの佐々木なんとかっていうのと梶原なんて影時っていうのと宇治川の先陣争いしたんですね。あれもうきっとどこが渦一番巻かないとこかってあらかじめよく研究して、そしてそこを渡ったに違いないね。
とにかく渦っていうのをそういう点ね、そのガーッと巻いて、あの時々パッとこう湧くように出てくるもんね。こう湧くように出てきた時に浮き上がった時は土台もん。それと同じように人生思考っていうのは、人生を考えていくっていうか、そういう渦に差し掛かった場合、それに巻き込まれちゃう。そしてしばらく経ってファッと出てきた時にはもう人生思考についてのいわば土台もんだ全く生存ボケして、結局何が何だか分かんなくなって、それでもうそれ以来人生について問わないっていう、そういう人間になってると思う。私なんかそれ最後までうずうずって言って、それ泳ぎ切ったんだからね、たくましいねそれでね、そのみんな、だからそういう意味でみんな生存ボケになる。それに対してね、そういう渦の根本構造、人生にとっての渦、どうして差が巻くのか考えてみるとね、まあ早い話がね、ニワトリと卵で、ニワトリが先か卵が先かって話よくあるじゃん。確かにね、ニワトリは卵からかいわれて出てくんだから、その点から言ったらまず卵が先だ。そして卵はニワトリから出てくんだから、これはやっぱりもうニワトリが先だ。オスとニワトリが先、卵が先ってね、それで何が何だか分かんなくなるとこがあるんだ。これに対してだね、その大切なのは、その平面的な答えを出さないこと。ニワトリにとっては卵が先、卵にとってはニワトリが先って、そういう、それが生命っていうもんだと、こうそういう答え出してこない。それでね、今の生と死の関係でも、そのただ生存だけで生きるっていう点からこう見ていると、死ぬっていうことはもう本当に死の深淵、深い淵になるね。ところがそうじゃない、その生じそれぐるみが生命っていうもんだと、そういうとこから見なくちゃ。そうするとね、そういう立体的な答えを出すということね。それから今の言ったもう一つの、今真識を持ってしなければ何も知ることはできないという事実、これも絶対に。しかしながらその真識はまた真識自らの死を知らなきゃならないという、こういう事実が、ここのところまたこうニワトリが先か卵が先かで渦巻いてるわけそれを少なくとも真識は、真識を持って真識自らの限界を知るって、こういうそういう立体的な答えを出すことね。今本当はね、そのこういう人生思考における難所、渦っていうね、そういう難所いくつもあるからね、それみんなこう洗い立てて、ここにはこういう難所がある、ここにはこういう難所がある、いちいち名前つけてね、洗い立てて、その並べ上げようっていうのは、まあ私のまたそのうち やるつもりですがね、まあ大体できてるんだけど、だけど私、まあそういうのをやって何年かそのまんま温めないと発表しない男でそのうちそういうのをあれすると思う。まあそういうことね。でだからまあそれからその次の通り、これも串谷周作さんの問いで、真識が認めようと認めまいとそうであると言い得るのはやはり真識以外にないと思います。それならそういう形で真識が認めているのであって、
本当に神識の認めないものを神識が思いつくことはありえないのでないでしょうか。こういうことね。これはだから今言ったように、確かにあの、神識が認めようと認めまいとそうであるというの、これはもう神識は認める。で、結局神識ぐるみのその絶対事実、それを神識が知ろう、知ることね、それは神識の限界を知るということだ、ことだ。で、今そういうこと。それからその次、これも櫛谷秀則さんの聖霊についての質問。1、聖霊によらざれば誰も主はイエスは主なりというあたわず。まあこれこのま私、この言葉を引いたと思うと同じ意味で、聖霊によらざれば誰も座禅は仏なりというあたわずと言えるならば、聖霊によらずして信じて座る座禅、つまり初めに神識で座禅を理解して座る座禅は仏と言ってはならないでしょうか。こういうこと。このまあキリスト教の場合は聖霊によらなきゃ、あの私がですね、神様ね、あの私が神を信ずるんだって言ったの、これはね本当のキリスト教の信仰にならないんです。本当のキリスト教の信仰っていうのは、あの聖霊が下ってきて、私に下ってきて、その聖霊で神様を信ずるという、こういうことなのね。それと同じように我々が座禅するっていうの、これはね、私が確かに座禅にやろう、それでやるっていう座禅は、それじゃあの本当のこう聖霊が下っていないんだから、あのダメなんじゃなかろうかって、それでもあの座禅したら座禅になるんでしょうかって、こういうことだね。これに対してね、一口に言うならば、要するに座禅というのはまあそういうあのこういうもんなんだとこう頭で理解して、そして座る座禅、それでも立派な座禅、決してそれで悪いわけでない。ただね、その私は座禅いいもんだと思う、だからやろう、そういう私の頭から出発した座禅はね、このあ私の頭ってやつはぐるぐる変わるんでね、そうするとあやっぱり座禅はつまらない、もう座禅やめようって、またそういうふうに変わるんだね。要するに私の思いを物差しとして、そしてこの、この私の思いっていう物差しでこれこうやって測ってみて、あこの座禅はいいっていう、ところがこの測ってこの思いをね、物差しにしている限り、この思いはぐるぐる変わるんで、それで、あ、座禅はつまらないってすぐね、また変わる恐れがある。キリスト教でもそうですよ。カトリックは音楽が綺麗だから、カトリック信者になりましたっていう人が、あの、私、神学校にいた自分にいい、いう人がいたね。あ、これはね、宗教じゃないなって、音楽愛好家だなと思ったもん。これはもう音楽のためにキリスト教へ入るような人はまた音楽愛好程度の感情でもってまたキリスト教へやめちゃうんだ。それと同じように、俺は坊主になって一生懸命やるぞって言ってね、いう自分の思いでやったやつはその、坊主つまらないって今度言い出すとすぐやめちゃう。それでその自分の思い感情をその物差しにして始めたやつは本物でない。どうしても俺本当は座禅がいいと思ってやるわけだ、ところが今度は座禅に働かれて、で座禅でこの発心修行五大涅槃しなきゃならない。これをあの私がいつもは
あげるけれど、引用するけれど、三昧王三昧っていう、正法眼蔵の三昧王三昧の巻に、座の人界と世の人界とはるかに異なる、この道理をわきまえて仏祖の発心修行菩提涅槃を弁行するないという言葉がある。これ要するに自分の座の人界というのは座禅の世界ですね。座禅の世界と、それから世の人界というのは座禅以外の世界と、もう全く違う、ガラッと違う。そしてよくそういうふうに違うんだってよく知ってて、仏祖のだから座禅の、座禅での、発心修行菩提涅槃を弁行しなきゃならない、こういう。それだからね、俺の物差しで、俺の思惑の物差しで始めることは始めるんだね。それでそれでも立派な座禅だ。しかしながら今度はその座禅に働かれて、座禅で座禅をやる、そういうのが大切。これも決してね、また自分の好き勝手なことを言ってるって思われると尺だからこれだから、その天候を上げるとかね、学童用人衆に第七にですね、それ仏道を学するに初めて門にいるとき、知識の教えを聞き、教えのごとく修行する。まず仏道修行を始めるとき、知識って本当の師匠さん の教えを聞いて、そして教えのようにやるっていうのね。この時知るべきことあり、いわゆる法我を転じ、我法を転ずるなりと、法がまずね、その法が我を転じ、転ずるっていうのはひっくろがす、だからまた我が法をひっくり返す。我よく法を転ずるとき、我は強く法は弱し。この私が初め私の思う物差しを持って、座禅はいいな、それじゃあ座禅しようっていうの、これは我が法を転じてんだ。その時は我が強く法が弱い。ところがまた法を変えて、座禅の方からだね、我を転ずるとき、法は強く我は弱し。仏法従来この両説あり。この、仏法っていうのはね、その点仏法っていうのはね、その平面的な話じゃないんだね。そういう立体的なもんで、仏法従来この両説あり、二つのあり方があるんだね。で、正的にあらざれば、いまだかつてこれを知らず、本当にその仏法の師匠についてその学んだ人でなきゃ、そのことを知らない。それから妄想にあらざれば、なお聞くことまれない。本当に修行した凡さんでなきゃ、その名前さえも知らないでいるということが、学童用人衆で。またこれ、私、総選寺で今度、山水経が終わったら、ホッケ天ボッケをやるけど、これもそうだ。ホッケを転ずる、ホッケに転ぜられるってね、この両方あるのね。どうせ私は五色を持った、五色って真色を持った人間なんだ。それを持ってまず始めて、今度真色から出発して、今度は法に転ぜられて、生命として修行するっていうね、そういうところで、これが今真識で座禅を理解して座る座禅は仏と言ってはならないでしょうかと。もちろん初めから座禅は誰がやっても座禅、それで立派な座禅。しかしながら同時に座禅で座禅をしなきゃならないということが、それからそれに続いても、私に聖霊を感じて初めて
我大いに悩めりと言いつつもなお信じたりというような力も出てくるのなら、その私に精霊を感じるとは具体的に言ってどういうことでしょうか。これまあ私がやっぱりキリスト教の聖書の言葉を引いて、我大いに悩めりと言いつつもなお信じたりというね言葉を引いたわけだ。それの質問ですね。そういう精霊感じればこそ悩んでいても、しかしなお信じてある、そういう力が出てくるんなら、そういうもっと根本になるその精霊を感じるとはどういうことでしょうか、具体的に言ってどういうことでしょうか。これは結局ね、その神識、思いが思いの限界を知って、要するに思いというものは全て出ない。で、思いは頭の分泌物って私は言ったね。これ結局思いっていうのはね、ただ人間生命の頭の分泌物なんだ。そういうところをね、見渡した時にね、本当に我を大いに悩めりと言いつつもなお信じたりっていう、そういう力が出てる。つまり大概は悩むって言うと、俺が悩むんで、その悩みにこの ひっころばされちゃうじゃない。で、悩みだけになって、それでこの悩みを何とかしよう何とかしようっていうだけになる。ところがそうじゃないんだね。この悩んでいるのは、なんだこの頭の中の出来事なんだなっていうこと。いや、私が以前漫画描いて、コップの中は大嵐ってね、ドイツ語でこのコップのこと、コップっていうね、頭のことをコップっていうものドイツ語でね。それで、その結局俺の頭の中は大嵐だ、しかしながら思いの外では何ともないって、それはねえよ、何ともないのね。まあ私のところへなんだかんだって反問持ってやってくる人ってたくさんいるよ。そして、まあ、その話聞いてるじゃない。そうすると私はその思うのに、ああこの人の頭の中で今 こんなにこう大嵐がこのコップの中でね、大嵐なんだなって言って見てるわけだ。それで大切なのは、このコップ以上のところを見渡してみれば何ともないわけだ。どうせね、だから俺の、いや、このエッグハルトっていう人がいるね、エッグハルトの宗教の慰めの書っていう本読んだことあるけど、あれに書いてあって、あれだけは感心したな。この自分の悩みっていうのは、神様の、もしくは神様の目から見たら何でもないことじゃなかろうかって。そして自分が神様から言ったら、これこそ悩まなきゃならないってことを、自分は何ともなくで過ごしてるんじゃなかろうかって書いてあったね。あれはあの人、そういう点非常に、宗教的深さを持ってる人だ。結局神様から自分を見渡してる、これが精霊が下ってるわけだ。精霊っていうのは神様からのものだからね、神様から自分を見渡してる。で、今座禅はっていうとね、その座禅っていうのはの話ここで私やったけれど、結局座禅は思いは頭の分泌物ってね、そう見渡す姿勢なんだもの。結局はなんだかんだっては座禅しながら、その、あれですね、いろんな反問があって、もし座禅してていても、しかしながら一旦こう頭を手放して見直してみたら、今までまざまざとね、
そのテレビ見てるみたいに自分のまだまだと愛してたのはふっと気がついて元へ戻ってみたら前は壁だけってこの前は壁だけっていうところがいいんだもん。でそういうところにねとそれをそういう座禅をねこれ事実本当に やり抜いてみると思いは頭の分泌物だっていうことはよくわかるわけで結局その自分の思いに振り回されないっていうところに座ってるで結局はね大切なのは、うん、今普通は自分の思いを俺だと思ってるのねいつも頭の思いの中に自分を見出してるそれに対して今はその頭思いを手放しにした座禅思い以上っていうのは本当の自己なんだそういうふうに自己が入れ替わんなきゃでそういうの入れ替えようって言ってそういうふうに思うからダメなそうじゃないその思い以上の座禅にただ身を任せていくっていうだけだからそういう座禅を百千万発することねそういう百千万発するっていう姿勢が出来上がんなきゃそれが座の人海で発心し修行し菩提涅槃することですそれからさらに続いて串谷修則さんの、質問に自己心識生命についてで1番自己は自覚能力と提示されていますが自覚する作用は心識の働きの一つではないでしょうかそれだと自己の定義としてふさわしくない気がしますがいかがでしょうかまあこれ自覚する能力も確かに心識思いがあるでそれじゃあ自覚するっていうことが心識ともう一つ別にその自己っていうものを考えるのは、まあ、本質的でないように思うということですねこれはね心識っていうのはねいろんなものを分別し定立し各自する能力だそれに対して自己っていうのはねそれらを統一して自覚する能力ねつまりさっきも言ったけど池の鯉が歩を持って出ていくとパーッと寄ってきてプクッとこう口開くねそれに対して今度は網持ち出してこうやるとその網の影だけ見ただけでサッと逃げちゃうこれはやっぱりそれだけこう分別してるんでしょそしてそういう対象を定立してるから集まってくるか逃げていくかっていうそういう各地があるに違いないそういうのはまあ心識だとするところがねそれは池の鯉にとってはいわば反射作用っていうかねそういう反射的に行動してるこれは事故だってこれねまとめていないそこにまあおそらくまとめていないと思うんだ鯉はそれ人間はそれをまとめるそれでこう、ま、そういう各地した雑多なものをまとめて俺のってこうね俺の生命体がで俺の一生とこういうふうにまとめてくるだからさっきも言ったように本当に自己を持つっていうことは生と死と生まれて生きて死ぬっていうね人生そのもの全部まとめてきて初めて自己があるそれただ生存だけしか考えていないという人は本当の自己を持っていないいわゆる大衆的に人間それでしかない本当に自己を持つっていうのは自己の人生をこういうふうに
全部統一して、ね、そして多様な生命体験を統一する能力ね、これが自己だ。それでね。